6月25日、近江八幡市で地域防災活動推進員委嘱式と研修会が開かれました。地域防災活動推進員は各自治会より推薦された158人、地域防災活動の推進役として期待されています。地域で防災活動をしていくにしても、やはりまずは自分の命を守ることが大切になってきます。その自分の命を守るためには家の耐震なり補強が必要であるということで、まず推進さん自体がそういったことを学んでいただいて地域に広げていただく、そして地域全体が皆さん助かって、次の活動、防災の地域での活動ができるようにというふうな思いで、今回このような講座を依頼しました。最初に市の担当者から滋賀県で発生が予想されている地震について説明がありました。滋賀県に影響を与えると考えられている東南海・南海地震は、今後30年以内の発生確率が東南海地震が 70% 程度、南海地震は 60% 程度とされており、東近江や湖東地域を中心に最大震度6弱の大きな揺れが起こると想定されています。地震動による人的被害の主な要因は建物の倒壊や家具の下敷きによるものです。特に建築基準法の耐震基準が改正された昭和56年5月31日以前に着工された建築物は、現在の耐震基準を満たさない恐れがあることから、その対策が急がれています。この日の研修会では、住宅耐震化について考えてもらおうと、住まいの地震対策と題した出前講座を行いました。最初に今年3月11日に発生した東日本大震災では、津波による被害が大きく報道されているが、建築物の被害も多数出ていると説明しました。屋根が大きいものはこんだけ揺れが大きくなりますよということが、簡単な紙の模型でもわかると。続いて、地震発生時に屋根や壁の重さは住宅にどんな影響があるのかを調べた実験が紹介されました。同じ重さのものを置く場合でも、家の1階と2階に置くときでは揺れが大きく変わるので、重たいものは1階に置くよう工夫し、屋根は軽いものに変えることが有効であると説明しました。また、耐力壁を入れることによって揺れを軽減できると説明しました。そして、自分でできる地震対策として、家具が倒れてきても下敷きにならない配置にする、家具が転倒しないようしっかりと固定することが重要であると訴えました。東日本大震災も身近なところでありましたから、我々も真剣にこれからできるところからやっぱり手がけていかないといけないなと、そういうふうに思いました。セーフティーニュース。6月1日からすべての地域で住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。住宅用火災警報器は煙などにより火災を感知し、警報音や発光によりいち早く火災を知らせることにより、火災による死者を減少させる効果が期待されています。住宅用火災警報器は家電量販店やホームセンター、スーパーなどで購入することができます。あなたと家族の命を守る住宅用火災警報器、今すぐに取り付けましょう。